このの監監督督はどんな監督なのかギリシャ人の監督なんですちょっと一歩引いた目線からこの映画っていうのを捉えているのがこのヨルゴスランティモスランティモス作品は全てグワとして捉えてくださいで例え話を、えー、映画でやってると思ってください不条理な設定に意味がないっていうことなんですね存在しない現実を現実的に描くのがシュールレアリズムなんですよ ヨルゴスランティモス監督というのをまずちょっと紹介していきたいんですね。この監督はどんな監督なのかということなんですけど、えー、1973年生まれの今50歳で、ギリシャ人の監督なんです。これね、ポイントなんです。アメリカ映画の、えー、流れがあってで、フランス映画の流れとか、ヨーロッパとアメリカが基本的に映画っていうのを牽引してるわけですけど、その中からちょっと一歩引いた目線から、 この映画っていうのを捉えているのがこのヨルゴス・ランティモスっていう監督なんですね。ギリシャ人であるというところの価値観がものすごくねこの映画に表れてると,ということで今まで、えー、と長編映画は8本で短編映画は2本撮ってるんですけど、えー、と短編映画は日本で公開されてないし僕も見てないんですけどっていうかあのタイトルなんて読むか分かんないんですけどで長編映画の中でこの、えー、と2001年マイ・ベスト・フレンドから始まってということなんですけど ね、今、えっ、ー、と、サブスクで見れるのがですね、この星ついてる作品なんですよ。えっ、ー、と、カゴの中の乙女っていうやつが、ユ、えー、ーって書いてあるのをユーネクストで見れますよと。で、えー、ロブスター、これがユ、えーネクストとアマゾンプライムで見れて、で、えっ、ー、と、聖なる鹿殺しっていうのがユーネクストとアマゾンプライムで見れて、えー、女王陛下のお気に入りっていうのが、ネットフリックスとアマゾンプライムで今配信中ということなので、えー、このね、 星のついてるサブスクで見やすい映画を今回なぞっていきたいと思います。で、えっ、ー、と、見にくい、えっ、ー、と、マイベストフレンドとかどうやって見たらいいんだっていう DVD もないぞっていう作品は、えー、今回省きます。で、えっ、ー、と、カゴの中の乙女と、えっ、ー、と、ロブスターと聖なる鹿殺しと、えー、女王陛下のお気に入りというのを、このね、4本をなぞっていきたいと思うんですね。ということになってまして、えー、ぜひね、今回僕の解説を見てですね、 あの面白そうだなと思ったらぜひねヨルゴス・ランティモス監督面白いんで過去作もたどってみてください。で、えー、今回はねあの哀れなる者たちも入れて5本紹介するんですけどもまあそういうことで、えー、とあもう一つポイントが、えー、とこの長編映画を年代順に見た時にですね「カゴの中の乙女」っていうのはこれギリ,シャの、えー、ギリシャで作った映画なんですねだから英語じゃないんですよ。 なんですけど、えっと、ロブスターからコリン・ファレルが主演をやってここから英語の映画になるんですね。だから、えっと、ハリウッドとの絡みが出てきてですねどん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 ねこう哀れなる者たちに向かってスケールがアップしてる多分予算もアップしてるし出てる俳優もビッグな俳優になっていったりとかで評価もアップしてるというところでどんどん、ねこうね、年代ごとにスケールが上がっていってるっていうところが面白いところなのでそういう流れで見てもらえたらなと。 思いますランティモス作品はすべてグ話ワとして捉えてください。でこれから、えー、と今ランティモス監督の特徴を、えー、2つ説明します。で1つ目はランティモス作品っていうのはすべての作品がグ話ワなんです。で、えー、グーワっていうのはこれねグワ、えー、グイとも言いますけどグいイの語源っていうのはギリシャ語の、えー、アレグリアっていうやつで。 えー、別のものもを語るという意味なんですねで抽象的な概念とか思想を、えー、と具体的な、えー、別の物語によって暗示する表現方法のことを言ってまして有名なのは、えー、イソップグーイっていうやつですで、えー、この監督の作品は全部そうなんですね。で簡単に言うと「偶、え、話、ー」っていう「寓意」っていうのは例え話のことです。で例え話を、えー、映画でやってると思ってください。 なので映画のストーリーそのものじゃないんですよねそのものは何かの例えになっているというのが、えー、この監督の面白いところなんですけどもそういう意味でそのエマ・ストーンの演技がすごいとかあのストーリーに対してこう思ったとかっていうのはやっぱり一歩踏み込めないのはこれをね偶ーとして捉えるともうその先をね想像させられるんですけどそのストーリーだけ見ちゃうとあんまりねよく分かんなかったっていう結果になっちゃうんですね。 ここもちょっとね、ハードルの高いところではあるんですけども、そういうふうに見てもらえるとえ理解早いかなと思います。で、えっと、直接表現するんじゃなくて抽象化して別の物語に変えるということなんで、えっとね、例え話をしてるから、その例え話の登場人物に感情移入して見る映画ではないんですよ、実は。だから、えー、見ている僕たちの立ち位置っていうのは、客観的にその物語を見て、 キャラクターの一人一人に感情移入するんじゃなくて、そういう物語ありましたっていう。で、この物語の教訓はこういうことなんですっていうのが偶話なんで、いやそういう意味で感情移入を、えー、としないように、えー、この映画をある意味、えー、と否定的な目線で見ると。一歩引いた目線から見るという方が楽しめると思うんですね。で、この監督自身も あの感情移哀れなる者たちでも、えー、とカメラワークが子どもの視点からになってたりとかなんか魚眼レンズ使ってあの空間曲げたりとかしてるじゃないですかあれは、えー、リアリティをあ,のあえてリアリティのレベルを下げてるんですねでリアリティのレベルを上げると僕らはその世界に入りやすいんですけどリアリティのレベルを下げてくると僕たち感情移入しにくい作りになってるとそういうふうに思ってください なので、えーと、ランティモス監督の作品は全部ね、カメラワークから何から何まであの感情移入させない作りになっているので、そこもね、ポイントになっていますで。客観的に見てほしいというところが、えー、一つポイントになってまして、えー、ちょっと例を出すんですけど、えー、とカラスとキツネっていう、えー、ウソップグーワがあります、えー。どんな話かというと、まあ、カラスが大きな肉加えて、えー、高い鳥に。 高い木に止ままってましたとでそれを食べようかなと思ってた時にキツネが現れて声をかけるんですでカラスのことをね「綺麗ですね」とか「かっこいいですね」とかっておだてるんです褒めるんですねでカラスは、えー、と肉を食べることを忘れてからあのキツネの,その、えー、褒め言葉に聞き入ってしまうとそうしたらキツネが、えー「きっと素晴らしい声を出してるんだろうなあー声が聞いてみたい」って言うとカラスが「カー」って言ったらカー」って開いた口で「 肉ポロンって落ちて狐に食べられちゃったっていう話なんですけども、えー、何が、えー、こういう話がありましたとした時に、えー、などういう教訓を伝えてるのかというと、えー、褒められれててていいいい気分にになななるるると痛い目見よよっっう教訓になってるわけです、ね、これが話なんですすねこがんだからランティモス監督の映画っていうのは「昔々あるところに哀れなる者たち」という物語がありましたっていうノリで見てもらいたいんですね。 そういうことだと思ってくださいか。あともう一つはね、イソップ童話もそうなんですけど、あのバッドエンドが多いんですよ。話がハッピーエンドになかなかならなくてですね、大体はなんか痛い目見たりとか失敗したりとかすると。で、教訓を得るという作りになってるんですけど、ランティモス作品もほとんどがハッピーエンドではなくて、何かあの思わせるような終わり方になってるということがポイントになってます。で、この教訓を得るっていうところを目的にしてるわけですね。 で大体がねそのこの「哀れなる者たち」っていうのにも通じるんですけど愚かなあの人間とか愚かな生き物が出てくるわけです。でランティモス監督の映画っていうのは全部ね愚かしさがあるんですよね。それが一貫して表現されていて昔の作品から今のこの「哀れなる者たち」も全部そうなんですよ。愚かな人間が出てくるんですね。でイソップドーはもうこの「狐とカラス」っていうこの愚かな存在を通して、えー、教訓を得ると。 あともう一つ何でこんな回りくどい表現方法をするのかということについては、えー、これをね物事を伝えたいものを、えー、例えば褒められていい気分になると痛い目見るよって言って伝えるよりも物語で伝えた方が老若男女に伝わって想像させることもできるしそっちの方が逆にうまく伝わるということを目的にしてるわけで抽象化することで。 受け取った方の解釈の幅を広げるという効果もありますんでだからあえて例え話にしているというところですねそこがポイントになっておりますそしてですねまあランティモス監督の作品がえっとどういうふうに見たらいいのかという一つ目はえっと全部偶話なんで例え話を見てると思って見てくださいというのが一つ目ですけどもこれから二つ目言います二つ目は 不条理な設定に意味がないっていうことなんですね。これが、あの、ポイントです。重要です。えー、ランティモス監督っていうのはね、ものすごくね、正直な人だと僕は思っていて、あの、インタビューとかでもうね、答え教えてくれるんですよ。だから、あんまりね、宮崎駿とかね、ああいうね、何考えてるかわからない人の映画っていうのは、その本人が答え教えてくれないんで、 僕たちがいろんなものを調べたりとかして、えー、何を考えてこの表現してるのかっていうのを考察していかないといけないんですけど、意外とランティモス監督の映画っていうのは考察の余地が意外とないんです。なぜかというと、ランティモス監督がインタビューとかで、これはこういうテーマです。こういう作品を参考にしました。こういうことを伝えたいです。だからこういう表現になりましたっていうのを全部言ってくれるんですね。だから、真面目な人なんです、この人。 真面目な人が作った映画だと思ってくだださいだから今までの作品も、えー、そうですし「えー、と哀れなる者たち」っていうのは、えー、と1967年の、えー、カトリーヌ・ドゥヌーブの「昼顔」っていう映画があるんですけどその「昼顔」がモデルになってるってあのパンフレットにも書いてましたけどそれがねモデルになっててあれもねあの主人公ベラの、えー、人物像にものすごい近い映画になってるんですね。で娼婦がいてる娼官が、えー、舞台になってたりとか。 そういういところも近くでですねもうねあのランティモス監督ね親切なんであの怖い顔してるんですけど何でも教えてくれるんですよだからえそこのところをね注目してもらいたいなとえそしてですねランティモス監督が断言してるのはこのねランティモス映画っていうのは全部不条理なんですよ不条理な設定がある中で人間がどうしていくのかっていうのが毎回のことなんですけどもこの不条理な設定には 意味がないって言ってて言るんですよ毎回これはね本人がもうこんだけ正直な人が言ってることなんで信用していいと思うんですだから不条理なな設定自体に意味を持たせるつもりもりいんですこの監督はだから例えばこれから話す「聖なる鹿殺し」っていう映画はものすごく不条理な設定があってある設定の中で人間がどう動く,動くのかということなんですけどその不条理さに説明するとか いうこと一切しないんですなぜかというとそこ重要じゃないからなんですねでそこにあの根拠を加えてしまうとランティモス監督曰くその不条理な設定自体に良し悪しを皆さんが考えてしまうでしょって言ってるんですよだから物語の本当に伝えたいこの偶話の部分に目が向かなくてその設定だからさっきの話で言うとキツネとカラスの話でいくとその,あのキツネとカラスはじゃあなんでキツネとカラスなのか なぜ肉を加えているのか、なぜ褒め言葉で、えー、そういうことになったのかとか、そんなことを考察しても意味がないよっていうのがランディモス映画なんですよ。だからそういう話がありましたっていうところだけ見てくださいと。だから不条理な設定毎回出てくるけど、その不条理な状況を伝えたいだけで、設定を伝えたいわけではない,でないんですよ。これクリストファー・ノーランとかと逆なんですね。設定に、えー、意味がないと。 いうことになってますでですね、えー、最後にですねこのシュ,ールシ,ュールシュールレアリズムの作家って書いてるんですけどこれどういうことかというとあのシュールレアリズム,レアリムっていう、えー、とあの芸術の流れがありまして、えーとね、ピカソとかその辺の世代です、えーとね、サルバドール・ダリとかねその辺ですねあのダリの絵とか でえー、とシュールレアリズムっていう、レアリズムっていうのをちょっと話したいんですけど、えっとね、シュールっていうのは、えっと、超何々ってやつです。スーパー何々っていう意味で、でレアリズムっていうのは、あのリアルっていう意味で、えっと、写実主義とか現実主義、だから超現実主義っていうあの直訳はされるんですけどあの、存在しない現実を現実的に描くのがシュールレアリズムなんですよ。それを映画でやってる監督が、 このヨルゴススランティモスっていう監督なんですで夢と現実が混ざった状態こそが本当の現実っていうのがシュールレアリスムの思想でそれを映画でやってますということもポイントになってるんですこれが作品に表れてるんですけどちなみにそのシュールレアリスムの根本思想としてはフロイトの心理学とマルクスの資本のあの考え方がベースになってるんですねそこもね作品にまた出てくるんですけど えね、シュールリアリズムの作,作家だと思ってもらいたい。でですねシュールリアリズムって何やねんということなんですけどこういうことなんですね。えー、ルネ・マグリットっていう画、あのー、家がいてまして「ザ・ラバーズ」っていう映画を撮ったあの絵を、えー、チョイスしたんですけどこの、ね、作品がもうまさにシュールリアリズムですで。どういうことかというとこの、えー、男の人と女の人と思われる、えー、男女が。 男女と思われる人間がいてますよね。で、距離感近いですよね。で、布をかぶってますよね。これ、布をかぶってます。この、これがどういう意味なのかと言いますと、意味はわからないです。見る人によります。で、えっ、ー、と、このルネ・マグリットっていう人は何を描きたいのかというと、この絵に描いてあるこの状況を描きたいんです。で、この状況を通して、 あの何か伝えたいというのはルネ・マグリットの中にはあるんですけど受け取り方の幅を広げるのがシュール・リアリズムなんでこういう例え話ですねこれも例え話の上にこういう表現になっているということなんですでこれは実はえっとヨルゴス・ランティモス監督の「ロブスター」っていう映画えこの後紹介しますけどロブスターのラスト覚えてますかラストはこんな感じになってましたでしょえっとロブスターのラストこんなんでしょう こういうところなんですよ。ランティモスの、えー、映画面白いところは。だからこの状況を表現することに意味があって、その解釈を人に委ねるというところがポイントになってます。で、現実的であり、非現実的でもあるんです。シュール・リアリスムっていうのは、この映画を見てもらえたら、あの、抽象画っていうのはね、あの、あれじゃないですか。あの、キャンパスになんかインクをビャーって飛び散らかして、これ、これです。無題みたいな <laughs>。 ええー、あるじゃないいでですすかあああう絵が抽象画ですあとペンキをピュってやっただけとかあと丸をピョンって描いただけとかそういうのが抽象的な、えー、芸術作品ですけどもこのシュールリアリズムっていうのは超現実的、えー、超現実写実的という、えー、非現実を現実的に描くことにポイントがあるので。 この、えー、男性がいてます。えー、女性がいてますで。布をかぶってます。でそれはなぜか森の中でやってます、えー。空は晴れてます。これ現実的じゃないですか。現実的なんですけど、何を描いてるかはわからないというのが <laughs> えとシュールレアリスムのポイントになってまして、これを映画でやっているのが、えー、ランティモスと。で、えーと、哀れなる者たちという今回公開されている映画では、まさに、えー、とサルバドール・ダリダリですね、あの有名なヒゲがね ピューンってあのプリングルスみたいになってるあのおじさんですけどあのサルバドール・ダリーの映画もうまさにあの美術に出てますよねダリーの映画をちょっと検索してみたら分かるんですけどもう思いっきり哀れなる者たちのあの背景の美術と同じような感じなんですよでダリーっていうのはなんかあのエビのエビのビキに作ったりとか <laughs> あのねエロが入るんですよエロがでエロく感じないんですよね ダリのエロはエロく感じないんですよ。でも、めっちゃ出るのは出てるんですよ。でも、エロく感じないと。なんか芸術作品になってるんですよね。それもランティモス監督のポイントで、今までの映画はもう、カゴの中の乙女から哀れなる者たちまでえ、全部エロいです。見方によっては。ですけど、エロく全く感じません。それは、えっと、ダリの、えっと、この出し方を、えー、参考にしてるんではないかなと僕は思うんですけど、 で結構ねそういう意味でシュール・レアリズムのこの絵画のところからも、えー、とランティモスの作品っていうのは見,れる,こと見ることができるのでその辺もね面白いなと思うんですけどねこの2つですね、えー、1つはこのランティモス監督の作品っていうのは偶意なんで例え話を見てると思ってください「昔々あるところに狐と、えー、カラスがいてました」というようなノリで、えー、作品を作ってますと。 そしてやってることはシュールレアリズムの表現方法を取ってるということで現実的なんですよロブスターとかあの聖なる鹿殺しとかもめちゃめちゃ現実的な具体的な表現してるんですけどそれがじゃあ何を意味してるのかっていうのがわからないと見る人によりますよというのがシュールレアリズムじゃないですかここの2つですこのポイントを押さえてランティモスの映画を見るとどの映画を見てもやってること,と同じなので 楽しめますそこをねまずお伝えした上で、えー、過去作をたどっていきたいと思うんですけども。